はい、皆様こんにちは、火曜マリノでございます。今日はですね、皆さんに、ご紹介したい動画があります。しくじり修行 N 山さん40歳という方で、社労士とですね、行政書士の資格を持っていて、この2つのですね、資格で開業して、約5年間のですね、売上というのを大公開している動画があって、1年前の動画にはなるんですけれども、 4.3 万回再生されていて、私もですね、なぜか、この時期になって急におすすめに上がってきてですね、目に留まってちょっと見たんですけど、結構ね、参考になるというか、面白い動画だったので、これを皆さんにご紹介したいなと思います。しくじり修行 N 山さん、経歴としてはですね、もともと公務員をやられていて、そこから会計事務所に勤められていたんですけれども、2009年行政書士合格し、2010年に社労士の合格をしています。で、2017年にですね、社労士事務所を開業をしたそうなんですけれども、売上としては2月0円、3月0円、そこからちょっと0円が続きですね、11月に2万2000円の入金が入ると。で、ここまでですね、0円ではあったんですけれども、特にですね、営業活動をサボっていたとかっていうわけではなく、支部のですね、会合に出たりとか、ホームページ集客なんかに力を入れたりしていたと。で、3月に2116円の入金があって、労災関係のですね、手続きなんかしたと。あと行政組織との交流会とかに出たりとかもしてと。行政書士の交流会に出て、そこからお仕事をいただいたってことですかね、になっています。これかなりね、すごくリアルだなと思いました。で、年が変わって2018年にはですね、行政書士の事務所を開業しています。で、行政書士事務所の売上の方も、大公開していまして、6月が0円で、7月も0円で、8月に、3万3020円ですね、入金がありました。で、これは交流会なんかでですね、出会った方からお仕事いただいて、定款変更なんかの仕事をしたと。で、交流会もですね、1つだけじゃなく3つ4つと出ているということで、かなりね、熱心に営業活動をされていたということですね。で、ここから数万円、5万円以下のですね、入金売上がポツポツ続くと。で、また年が変わって2019年の4月に、9万円ほど入金があって、そこからですね、ちょっと体調を崩されたそうで、6月8月と休業して、売上0円でしたと。で、2020年がちょっと空いて、2021年、最新になってくるんですけれども、ここからですね、2月の売上が13万円、3月の売上が24万円、4月が26万円ということで、結構ですね、売上が上がってきています。ただ5月6月となると5万円1万円で、7月に26万円ということになっているんですけれども、許認可関係のですね、仕事をしていると、非常にね、やっぱりその納品というかね、業務の完了まで時間がかかるので、入金も遅れるということなんでしょうね。時間かかるってことをおっしゃっていて、で、もうこの高校から先が続けることが難しいってことで廃業と。で、今は会社員で月給44万円いただいて仕事をされているということでございました。はい、かなりですね、リアルな売り上げだなというふうにね、感じました。なんていうのかな、すごくですね、聞いていると、見た感じですね、投稿者も至ってですね、普通の、見た目の方で、それなりにしっかりとね、喋られていて、で、営業活動も熱心にしていると。で、それなりのですね、数の会社とも取引をしていたと。ホームページとか交流会紹介なんかを使って、なんとかですね、お客さんの獲得をする努力はしていたんですけれども、残念ながら最後終的に廃業されてしまったってことで、原因分析じゃないですけれども、やっぱり行政書士さん、社労士さんって結構ね、分野が広すぎて、ある意味そこが難しいところなのかなっていうふうにもね、思いました。あと稼働がね、2、3日だったっていうこともあって、仕事がない時にね、何をしていたのかってことで、もちろん営業活動
とかもねしていたと思うんですけど、なかなか分野を絞れなかったっていうのも一つあるのかなと思います。ただその後ね、月給44万円でサラリーマンやってるってことで、こういうことですので、まあそれなりにですね、結局は資格の取得が生きているってことだとは思いますけれども、なかなかですね面白いというか、こういう方も結構ね世の中多くいらっしゃるんじゃないのかなっていうふうにね、思いました。で、まあ、失敗事例としてこういうのを公開しているっていうのはすごくいいことだなと思いまして、以前ですね、不合格体験記じゃないですけれども、やっぱりインターネット上って成功事例ばっかりがね、目に留まってしまって、司法書士の年収、社労士の年収、行政書士の年収、平均がいくら、で仕事がねこんなたくさん分野がありますよっていうのが結構ね多いんですよね、そういう言い方しているものが。まあ私も資格の魅力を伝えるためにねそういうことを言ったりもしますけど、でも現実的にですね、開業してみて廃業していくパターンとしては、売上のなんか推移とかもすごくリアルで、失敗事例としてはすごく参考になる、貴重な情報が出ている動画だなと思ったんで、ちょっと今日はねこれ取り上げさせていただきましたけれども、なかなかですね大変だなと思います。ただ私もですね、司法書士とあと行政書士も登録してますけど、行政書士はですねやっぱり売上作ろうと思ってもちょっと作れないんですよ、難しいと思ってます、正直。まあ私自身が司法書士本業でそれなりにですねもう売上も安定してるんで、わざわざ行政書士業務、例えば許認可を今から取りに行こうっていう気持ちが全くないからっていうのもあるんですけど、やっぱりね、なんか2つの仕事開業して両方に売上をもたらせるっていうのは絶対無理で、どっちかやっぱかなりね集中しないといけないんですよ。で、司法書士は司法書士でも登記だったら何でもやるっていうのはやっぱ難しくて、会社法人にもう特化するとか、もうコンサル特化するってことで、もうそれなりにもうガッと集中していかないと、どうしてもねやっぱね難しいっていうのはあるんですよね。ただやっぱりそのチャンスを取るためにも広い分野、窓口は広くしておいて、ただ専門じゃないからって言って回すんじゃなくて、お客さんが解決するようにね、横のつながりの人に仕事を依頼したりとかして、なんとかこううまくね綱渡りみたいな状態でやっぱやっていくっていうパターンが多いですよね。私も結局だからなんていうのかな、開業して売上もねそこそこ頑張って積んできましたけど、でもやっぱ毎月毎月が不安定ですから、それは今でも一緒ですよ。リピートというか顧問がいるわけじゃないので、顧問先がたくさんあるわけじゃないので、そのが売上の大半ってわけじゃなくて、やっぱスポット売上がもう大半で、やっぱ毎月毎月スポットが来て、また来月もスポット案件取りに行ってっていうのを繰り返しなんで、まあ開業していくってことは、まあこういうことなんだろうなと思います。もちろん業種によりますけどね、弁護士とかで顧問収入メインとかでやっていけるんだったらいいですけど、なかなかそれもね難しいと思うので、日々ね経営者は常に毎月毎月窮地に立たされるような思いでね頑張っていくものだとは思いますけど、まあある程度安定すればね、もちろん紹介とかでスポットだけど安定していくっていうこともあると思うので、まあ結構勉強になるっていうか参考になる事例だなと思いました。はい、まあ、そんな感じでちょっとね始業開業のねリアルがちょっと動画内ではねたくさん載っていると思うので、まあ、興味ある方はちょっと概要欄にねリンクを貼っておきますんで、ぜひぜひね見てください。私もですね司法書士の一番最初に上げた動画を思い出しましたね。一番最初ってかなり初期の頃に勤務司法書士の年収、月収公開しますって給与明細見せた動画ありましたけど、あれはすごく回って皆さん意外とそういうのに興味あるんだなというふうにね思った次第です。はい、まあそんな感じで今日はですね、しくじり事業犬山さんの動画のご紹介でございました。ということで今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。